く仲間を助けたい。隠し通路を通って神殿へ行こう。はい。記憶がないといろいろ不便じゃないですか。そうでもない、案外楽しいぞ。見るもの聞くもの全て新鮮だしな。スタンも一度なってみたらどうだ。なるほど、そうやって聞くと悪くないかもしれませんね。明らかに悪いと思うがな。早く仲間を助けたい。隠し通路を通って神殿へ行こう。さんは通行証を持ってるんですか？いや、持っていない。通行証とは何のことだ？ダメか、マリーさんが持ってるならどうやって手に入れたか聞きたかったのに。なんだかわからないが、役に立てなくてすまないな。あ、気にしないでください。マリーさんの責任じゃないですから。神殿の中ですか。ずいぶん立派だな。仲間が囚われている場所はこの先だ。よろしく頼む。スタンはこの辺りの人間なのか？いえ、違います。俺の出身はフィッツガルドです。おー、フィッツガルドなら私もつい最近行ったぞ。へー、もしかしたらどこかで会ってるかも。そんなことはないか。そうだな、いくらなんでもそれほど世間は狭くあるまい。ですよね。仲間が囚われている場所は神殿の奥だ。いざ。仲間が囚われている場所は神殿の奥だ。いざ。急ごう。さて、いざ。
事か。マリー、どこ行ってたの？こうやって無理しないでよね。一人では罠を解除できない。町へ戻って助っ人を連れてきた。すごい、空に浮かんでる。どんな仕組みになってるんだ？これが私の仲間だ。名前をルーティーという。自己紹介は後、早く助けて。ああ、どっかで聞いたことのある声のような。スタン、右側の台座の前に立ってくれないか。あ、はい、わかりました。どこに取られか存じません。ありがとうございます。いや、礼を言われるほどでは。すいません。うわぁ、私の合図に合わせて一緒にスイッチを押すんだ。行くぞ、せーの。はあ、助かった。ありがとう、マリー。あ、はて、どこかで見た顔のような。ああ、あんたは。お前は。なんだ、二人は知り合いか。マリー、覚えてないの。こいつ、飛行寮で私たちの邪魔した男よ。邪魔なんてしてない。いいえ、したわ。あんたのせいで私たちはね。ルーティー大喜びだな。スタンを連れてきてよかった。どこが喜んでるのよ。あんた、その剣。これ飛行寮で見つけたのさ。変わった形してるだろ。我を珍品扱いするな。変わった形なのは事実じゃないか。ソーディアンと喋ってる。あんた、マスターになったわけ。へえ、そこまで知ってるのか。お前もまさか我の声が。えい、これを見よ。リムロス、会いたかったわ。アトモイト、声が聞こえる。ということはルーティーのそれもソーディアン。誰か来るぞ。これはグズグズしてられないわね。どうして隠れないといけないんだ。早く町へ戻りましょう。そうだな。なあ、どうして。ほら、あんたも一緒に行くなよ。ここに立って仕方ないでしょ。あ、うん。確か隠し通路の他に出入り口があったわね。早くジェノスの町に戻りましょう。いつまでもここにいちゃまずいわ。何がまずいんだ。帰りは正面の入り口から出るわよ。さあ急いだ急いだ。まあ悔しい。あんな簡単な罠にかかるなんて。レンズハンターの名折れだわ。へー、ルーティーの職業ってレンズハンターだったのか。そうよ。レンズのためならどこまでも、危険を顧みず突っ走る。それがレンズハンターの生き様よ。それで罠にかかっていては仕方あるまい。あれは、あ、足が滑っただけよ。普段はもっと颯爽としてるんだって。隠し通路じゃなくて正面の入り口から出てジェノスの町に戻りましょう。ここで何をしている。さては財宝目当ての洞窟者だな。人をいきなり泥棒扱いなんて失礼しちゃうわね。こいつらを捕らえろ。かかれ。何がどうなってるんだ。ごちゃごちゃ言わない。振りかかるキノコは払う前よ。Yeah!
退却。あいつら変なこと言ってたな。俺たちのことを盗掘者だとか。ただの誤解でしょ。そうか、誤解か。なら仕方ないな。信じ込みやすいやつ。なんか言ったか。別に。増援を呼ばれると厄介だぞ。そうね、さっさと退散しましょう。さて、一働きしたし町へ戻ってゆっくりしましょう。来た時と別のところから出ちゃったけど、町へ戻れるのか。大丈夫よ、このまま進んで突き当たりを南に行けばいいの。二人はどうしてあの神殿に。バカね、あんた、あの手の場所へ行く理由なんて一つしかないでしょ。なるほど、肝試しか。違うって。わかった、かくれんぼだ。あんたの心が清いってことがよくわかったわ。スタンは何の仕事をしているのだ。村で羊を飼ってました。毛を刈るのは大得意ですよ。だったらあんたのその長い髪もついでに刈ったら。丸刈りは勘弁。ジェヌスの町は森を進んで突き当たりを南の方角よ。これを持っていけ、通行証だ。セインガルドへ戻る際は絶対必要になるからな。じゃあ早速。ちょっと待ってよ、そんな慌てなくてもいいでしょ。世話になった礼をしたい。アトワイトもリムロスと積もる話があるだろうしさね。そっか、わかった。酒場へ行こう、宿屋と同じ建物にある。早く酒場へ行こう、宿屋と同じ建物だ。やっと通行証が手に入った。これでいつでもセインガルドへ行ける。うっかりなくすんじゃないぞ。分かってるよ、下着の中に入れてしっかり管理するって。それだと今度は出せなくならない。出す時は服を脱ぐさ。止めはしないけど、その時は距離を取らせてもらうわね。私に譲ってくれない？ルーティ、何を言ってるの？私たちが飛行竜に乗ってたのも実はリムロスが目当てだったのよ。お前にはアトワイトがいるだろう。今さら我のマスターにはなれんぞ。お金になるわ、骨董品として売ればね。骨董？ごめん、悪いけどルーティの頼みは聞けない。なんでよ。リムロスはただの剣じゃない。あげたり売ったりするのはちょっと当然の判断だな。諦めなさいルーティ。じゃあそれはそれとして、あんた私たちの護衛役をやらない。ルーティたちの護衛役。私たちこれからセインガルドのハーメンツの村ってとこへ行くの。ハーメンツからだったらダリルシェードもそう遠くないわね。ほら、
私たち女だけだから、あんたみたいに腕の立つ男が一緒だと心強いなって。腕が立つ？見えすいた世辞に簡単に乗せられるんじゃない。マリーだってそう思ってるわね。そうでしょ。うまい。ん？何か言ったか？スタンが一緒だと心強いわよね。うん、そうだな。旅は大勢の方が楽しいぞ。会話が噛み合っていないではないか。確かに女性だけじゃ物騒かもな。わかった。護衛役を引き受けるよ。ハーメンツまででよければ。わあ、ありがとう。なんだかよくわからないが、改めてよろしくな、スタン。こちらこそ。逃がすもんですか。隙を見てリムロスを奪ってやる。ルーティー、考えてることが私たちに丸分かりなんだけど。先が思いやられるな。さて、今日はもう寝ましょう。明日の出発は早いわよ。アトウイトのマスターは随分と個性的だな。根は悪い子じゃないんだけど、リムロスの方も面白いマスターを選んだみたいね。性格が素直なのはいいが、どうもお人よしすぎるのは欠点だな。剣の腕もまだ未熟だ。ビシビシ鍛えなければならん。なんだか楽しそうね。アトウイト、ところで例のあれは今？私にもわからないの。大地どこにあるのやら。我やお前が目覚めていることが悪い兆候でなければいいのだがな。スタン、いつまで寝てるの？出発するわよ。スカー。起きるんだ、スタン。こら、さっさと起きろ。いや、おはよう。おはよう、じゃないわよ。さっさと支度しなさい。こいつ、大丈夫かしら。寝ぼけて変なことしないように、リムロスが見張ってなさいよ。我はスタンの世話係ではないのだがな。さて、ハーメンツへ向かいますか。セインガルド方面だから北の門よ。ハーメンツへ向かうわよ。セインガルド方面だから北の門へ向かって。リライズはご存知？リライズ？初耳だな。リムロスが説明してなかったのね。いいわ、それなら私が。ソーディアンの持つ技能の一つにリライズがあるわ。レンズエネルギーを用いて武具や防具を変化させる技能のことよ。何に変化させるかによって消費するレンズの量が異なるの。レンズの売りすぎには注意してね。それとソーディアン自身は変化させることができないわ。ソーディアン以外の武具や防具をレンズを使って新しいものに変える、それがリライズってことか。基本的にはそうなるわね。実際にやってみましょうか。できた。いろいろと試してみるといいわ。簡単だから。話は終わった。それじゃ行くわよ。なぜだ、なぜ俺たちの行く手を塞ぐ。だから何度も言ってるだろう、通行証がない者は倒産。ならば顔パスでどうだ。俺ほどにもなればそれで十分だろう。へえ、あの人たち有名人なのかな。そうとも、俺たちこそかの有名なレンズハンター集団。疾風のミリー、オーグライド、ジャン。
そしてこの俺、音速の貴公子グリッド。3人揃って俺たち漆黒、漆黒の翼、イエイ。最近似たやつが多いみたいだが、あくまで元祖は俺たちだからな。知らん。バカな。うん、そんな芸人確かに知らないわね。誰が芸人だ。レンズハンター集団。私たちは通行証を持ってるのよ。ほら。うん、取っていいぞ。お役目ご苦労。これからも励んでくれたまえ。くれたまえ。うっす。お前たちいい加減にしろよ。これ以上騒ぎ立てるならこちらにも考えがあるぞ。いやこれはそのやだな、ほんの冗談ですよ、冗談。ほら自分たち芸人ですからね。ね。とうとうセインガルドに入ったか。早くダリルシェードへ行きたいな。私たちの護衛役だってこと忘れるんじゃないわよ。先にハーメンツの村へ行くのだったな。そう、ハーメンツの村はジェノスから見て北西の方角だからね。マリーさんとルーティーはどうして一緒に旅を？道をふらふら歩いてるとこを見つけたの。以来コンビを組んでるってわけ。私の探検を持ってやると言って近づいてきてくれたんだったな。へえ、いいとこあるじゃないか。でもどうして探検なんだ？そりゃ一番金目に、まあ成り行きってやつよ。さてとハーメンツ行ってがっぽり儲けてやるわよ。儲ける？私たちが神殿で手に入れたものを欲しがっている人がいるのだ。それをこれから渡しに行く。いざハーメンツへ。漆黒の翼か。レンズハンターの中にはああいう人もいるんだな。あんな連中と私を一緒にするんじゃないわよ。ルーティーは何ができるんだ？踊ったりとか？どうやらスタンサの中でレンズハンターのイメージが定着したようね。はあ、ハーメンツの村はジェノスから北西の方角よ。護衛をしっかり頼むわね。よし、ハーメンツの村を目指すぞ。待ってスタン、地図をあげるわ。どうせ持ってないでしょ。ありがとう、大切にするよ。道に迷ったらちゃんと地図で確認するのよ。大した敵じゃなさ。いやー、ファンダリアの後だとセインガルドは暖かくて気持ちいいな。それは言えてるわね。こうポカポカしてると思わず居眠りしそうな。気持ちはわかるけど歩きながら寝るってのはどうなのよ。呆れたやつだ。さっきの戦い納得いかない。こんなんじゃまだまだダメね。見たかスタン、ルーティーはああして常に己の戦いぶりを反省しているのだ。お前も見習わねばならぬ。せっかくマリーたちに任せてガルドを探したのに全然儲からなかったわ。ごめんなさい、こういう子なのよ。ここがハーメンズの村よ。笑っちゃうくらいしけてるでしょ。栄えてるように見えるけどな。大きな家とかもあるし。あんたどこの田舎から出てきたの？田舎じゃない、フィッツガルドのリーネ村だ。思いっきりど田舎じゃないの。飛行竜に乗ってた時見たわよ。いやでも空気はうまいし人は親切だしいいところだぞ。それをど田舎だって言うのよ。この村に旅のお方とは珍しい。どなたかお探しですか？ガルドって人の家へ行きたいの。どこにあるかわかる？なんだあんたたち、あそこの客かい。村で一番大きな屋敷、そこがウォルトさんの住まいだよ。ウォルトってのがどんなやつなのか今の態度でおおよそ分かったわ。ま、とにかくその大きな屋敷へ行ってみましょ。ウォルトの家へ行きましょ。
村で一番大きな屋敷だそうよ。ルーティーは前にもハーメンツの村に来たことがあるのか？まあね、私セインガルドの生まれだし。だったらダリルシェイドも詳しいんじゃないか？案内してくれると助かるんだけど。頼まれてもいいけど日当高いわよ。あんたに払えるかしら？ごめん、やめとく。やっぱり故郷を出てきて正解でしたよ。毎日が新しい発見です。うん、知らないものに触れるたび新鮮な驚きがあるな。あんたたち楽しそうね。ルーティーどうかしたのか？声に元気がないようだが。別に、自分だけ感動できなくてちょっと損した気になってるだけよ。スタン、ディムロスとはどのような人物なのだ？あ、そっか、マリーには声が聞こえないもんね。一言で表せば偉そうですね。あれをしろこれをしろ、それはダメこれもダメって。なるほど、面倒見のいい人物なのだな。今の説明でそうなるの？マリーには人を見る目があるようだな。私たち剣だけどね。なんだお前ら、ガキが気軽に来ていい場所じゃねえぞ。神殿のお宝の件で話があるの。ウォルトさんに取り継いでくれない？ウォルトさんがお会いになるそうだ。2階へ行きな。まずは話を聞いてみよう。ね、こいつを見てもらえるかしら？確かに例のお宝だ。あの神殿からよく持ち出せたな。私たちにかかればちょろいもんよ。お前ルーティーカトレットか？聞いてた話と特徴が一緒だな。どこで何を聞いたのか知らないけど、確かに私がルーティーよ。そうか、お前があの主戦道強欲の魔女で名高いルーティーか。なるほどな。だったらお宝を手に入れたのもうなずける。人の目の前で堂々と悪口並び立てないでほしいんだけど。今までどんな人生を送ってきたのだ？通り名があるのってかっこいいな。あ、私のことはいいから商談に移りましょ。じゃあ早速報酬を。おっと、1万ガルド。ふざけるな。
依頼状には五千と書いておいただろう。私の目は節穴じゃないわ。このお宝なら相場はもっと高いはず。他へ持って行ってもいいのよ。さあどうする。ほら、ことを荒立てる気？こっちにだって護衛役はいるのよ。あ、どうも。俺に睨まれても動じないとは、大した肝の太さだな、兄さん。あのさ、ルーティー、これってゆすりって言わないか？そんなことを考えていたのか。違うわよ。私は別にこの人から依頼を受けたわけじゃない。私が独自に手に入れたお宝を持ってきただけだから立派な商談よ。なるほど、それなら問題ないか。正しくないことはするなってのもエルロン家の家訓の一つだからな。面白いな兄さん、気に入ったぜ。いいね通り払ってやろう。毎度あり、話の分かる人でよかったわ。さて、念願のお宝も手に入れたことだ。一つ祝いの宴と行こうか。お前たちもぜひ参加してくれ。共に喜びを分かち合おうぜ。ああ、そういうのパス、めんどくさいから。まあまあ、うまい食い物たっぷり用意させるからよ。食い物たっぷり、こう言ってくれてるんだ。素直に好意を受けないか。うん。あんたたち何結託してんのよ。仕方ないわね、ちょっとだけよ。よし、話は決まった。客人をご案内しろ。うわ、これ美味しいですね。兄さん、いい食べっぷりだな。ますます気に入ったぜ。マリー、あんたすっかり出来上がってるじゃないの。うんま。ちょっとマリーにスタン、こんなとこで寝ないの。何をする気？やめなさい。スタン、起きろ。ルーティーが我を。もうダメ、お腹いっぱい。勘弁してくれよリリス。スタン、おいスタン、スタン、スタン、大変よ。あ、ルーティーにマリーさん、ここどこ？昨夜あんたとマリーが潰れたから宿屋まで運んでもらったのよ。そんなことはいいの。敵に囲まれたわ。敵？はい、これ。どうしてルーティーがディムロスを？どうしたもこうしたも。話は後、急いで脱出するわよ。敵に囲まれたってどういうことだよ。私だって知らないわよ。とにかくここからさっさと脱出しなくちゃ。急いでここから脱出するのよ。これはルーティーカトレットだな。身柄を拘束する。一体どうなってるんだ。ウォルト、あんたの仕業ね。お前には手配状が出回っている。善良の市民の義務ってやつだよ。これで盗掘者を捕らえることができます。ご協力ありがとうございます。交渉金の件は一つよろしく。ウォルトのやつ、金欲しさに私を売ったってわけ。手配状って、ルーティーは犯罪者だったのか。知らないわよそんなこと。ルーティーは犯罪者なんかじゃない。相棒の私が保証する。マリー、せいぜいレンズ監禁の際に担当者を脅して単価を上げるくらいだ。マリー、
立派な犯罪ではないか。でもね、それくらいのことで普通こんな取り物にはならないわよ。よし、わかった。ルーティーは心当たりがないそうだ。何かの間違いじゃないか。邪魔立てすると貴様も許さんぞ。そこをどけ。だからそう喧嘩腰にならずにまずは話をしようって。なんとふてぶてしい態度。もう許さん。かくなる上は全員引っ捕らえてやる。かかれ。話をする気になったか？おのれ。無様なものだな。これ以上見てはおれん。リオン様。そこをどけ。僕が相手をする。事情も知らずに正義の味方を気取る。お前どこのバカだ。バカじゃない。スタン・エルロンだ。あいつが持ってる剣、まさかシャルティエじゃないのか。やっぱりまたソーディアンが出てくるとはね。セインガルド王国客員剣士リオン・マグナスだ。ソーディアンが2本あるとは好都合。まとめて持ち帰ってやる。なんだどこの腕づくというのも悪くない。ソーディアン同士が戦うとどうなるか一度試してみたかった。生意気そうな顔して腹立つわね。喧嘩を売ったこと後悔させてやるわ。カリウス、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 炎に抱かれて消えろ。さあ大丈夫か。
ルーティー、しっかりして。ふん、バカどもが。こいつらをダリルシェードへ連行しろ。ちょっと出しなさいよ。いつまでこんなとこに入れとく気？はぁ、散々だわ。アトワイトはともかく、どうしてお金まで取られるのよ。これはこれでなかなか楽しいぞ。そりゃ、マリーにかかったらなんだって楽しいでしょうけど。スタン、どうしちゃったのよ。さっきから黙ったまんまで。ちょっとあんた、アーメンチではよくもやってくれたわね。お前、スタン、あんたもしかしてものすっごく怒ってる？お前強いな。どうしたらあんなに強くなれるんだ？大自然に包まれて育った方は懐が深いですこと。出ろ。私たちはどうする気？答える必要はない。黙って僕についてこい。これがセインガルドのお城か。あんた、よくはしゃいでいられるわね。国王陛下の御前である。全員控えよ。ああ、アトワイト！ディムロス、無事だったか？貴様たちがなぜこの場に引き立てられたかわかるか？ちょっと、アトワイト返してよ。それは私のよ。たまらんか。王国管理下の遺跡を荒らしたのみならず、街中で大立ち回りを演じるとは言語道断。断固たる処罰を覚悟するがいい。そんな。それとそこの男。はい。貴様が持っていたディムロスは本来我が国が回収するはずだったもの。それをなぜ貴様が持っている？なぜと言われても、いろいろ事情があったとしか。とぼけおって、いつまでもしらを切れると思うなよ。飛行流消失の件と合わせてたっぷり話を聞かせてもらうぞ。まずい。このままだと私たち確実に犯罪者にされちゃうわ。そんなの困るよ。お待ちくださいませ。どうしたヒューゴ。あの者たちは曲がりなりにも装備案を扱える身、貴重な素質の持ち主です。闇雲に遮断するのは早計かと。しかしこのままでは示しがつかぬ。申し上げます。何事だ？ストレイライズ神殿が何者かに襲われたとのことです。ストレイライズ神殿だと？どうなさったのです陛下。随分な驚かれようですが。ストレイライズ神殿のことがそれほど気になるのですか？それは、実はあの神殿には極めて重大な遺物が隠されているのだ。それにもしものことがあったら。その遺物とはもしや神の目のことですかの？神の目ですって？ディムロスたち、何を驚いてるんだ？さあ、ヒューゴ、知っておったのか？私はもともと考古学に携わっていたみ、それゆえ推察したまでですが。神の目というのはそれほど大層なものなのですか？遥か昔、世界をとてつもない災厄に巻き込んだ元凶だと伝えられている。神の目を二度と表に出すなかれと王家の戒めにも残っているほどなのだ。ならばすぐに調査隊を派遣しましょう。指揮は私めが。お待ちを。国の重鎮たる将軍閣下が軽はずみに動いては民が動揺します。ではどうしろというのだ？せめて他の七将軍。おっと、今は全員任務の最中でしたな。この場に適任者はおらんのか？
あの、だったらそれ俺に行かせてもらえませんか？なんだと？ちょうどいい人がいないならぜひ俺にやらせてください。俺どうしても手柄を立ててセインガルドの兵士になりたいんです。無礼者、貴様は黙っておれ。自分の置かれた立場をわきまえず、どの口で士官などとほざくか。まんざら悪い話ではないかもしれませんな。確かソーディアンは神の目と同じ時代に作られたとか。古から伝わる異物同士、その能力が役に立つかもしれません。罪人を野放しにしろというか。リオンに監督させてはいかがです。あれもソーディアンを使えますので。そういう筋書きか、ヒューゴよ。もっともらしいことを言いよって。要は息子に手柄を独り占めさせる気だな。決してそのようなことは。しかし他に候補はおりますまい。あのヒューゴって人、リオンのお父さんなんだ。万一に備え、あの三人には囚人監視用の措置も施しましょう。先日レイノルズが考案した装置、あれをつけさせればいいかと。よかろう。非常事態につき今回はヒューゴの案を採用する。リオン・マグナス、はその者たちを引き連れ神殿へ向かえ。万一神の目に何かあった時は全力でこれを確保するのだ。かしこまりました。いつの間にか私とマリーが数に入れられてるわね。俺頑張ります。だから兵士の件よろしくお願いします。随分王様に信頼されているようね。あんた何者？オベロン社総帥ヒューゴ・ジルコリストだ。よろしく頼むよ、元気なお嬢さん。オベロン社総帥？あれ、リオンと名字が違う。確かさっき親子だって。やあやあ、お待たせしました。いつも元気だな、レイノルス。囚人監視装置のご用命でしたね。二つタイプがありますけど、一つは可愛くてえげつない、もう一つは硬くてえげつない。どっちも一緒じゃないのよ。さあどっちにします？可愛いの。オッケー、ティアラタイプだね。準備よしっと。あとはこのスイッチを押してみてよ。これでいつでも好きな時に電撃をお見舞いできるって寸法さ。冗談じゃないわ。物騒なものつけないでくれる？無理に外そうとすればこの通り。発信機付きで居所も即判明。どうです？便利でしょ？使えそうだな。それじゃ僕は実験に戻るよ。報告を楽しみにしてるから。何が報告よ、冗談じゃないわ。しびれた。さて二人のソーディアンは私の屋敷に届けられるってはずだ。取りに来なさい。私は一足先に戻っていいよ。町で一番大きな屋敷、目指すのはそこだ。ディムロスを引き取りに行かなくちゃ。私のアトワイトもね。ヒューゴ邸はダリルシェードの街中にある。一番大きな屋敷を目指せ。もうなんで妙なティアラなんかつけられなくちゃいけないのよ。キラキラして可愛いぞ。ルーティは不満なのか？不満だらけよ。硬くてえげつない方を選ぶべきだったかな。そういう問題じゃないっての。ヒューゴさんが話してた七将軍って何のことだ？セインガルド王国軍のトップに立つ七人の司令官のことですよ。ドライデンもその一人です。へえ。僕は坊ちゃんも加えて八将軍にすべきだと思いますけどね。実力を考えればそれが妥当です。余計なことは言わなくていい。すみません。町で一番大きな屋敷がヒューゴ邸だ。そこでお前たちのソーディアンを返してやる。
お帰りなさいませ、坊ちゃん。レンブラントジーカ、ヒューゴ様。旦那様なら2階にいらっしゃいますぞ。そうか、よし。新たなお役目を仰せつかったそうで、近頃富にご活躍ですな、坊ちゃん。坊ちゃんはやめろ、僕はもう子供じゃない。ふーん、坊ちゃんね。さすがオベロン社の御曹司様はお育ちがよろしいですこと。余計なことは口にするな。ルーティー、大丈夫か。お客に、どうか気を悪くされませぬよ。リオン様はわざと他人を遠ざけようとする性癖がおありでしてな。来たか。ここで立ち話もなんだ。広間へ行こう。マリアン、例のもの。来るのが遅い。何をグズグズしていた。なんだよその言い草は。リムロス、少し落ち着いて。みんなは事情を知らないのだから。文献によればソーディアンは全部で6本あったという。そのうちの半分がここに揃った。考えてみればすごいことだな。へえ、ソーディアンって他にまだ3本もあるのか。さて、諸君に改めて任務を伝えよう。王都ダリルシェードの北にあるストレイライズ神殿へ向かってほしい。神の目が無事かどうかを確認し、もしなかったら取り戻すんですよね。そうだ、これは重大な任務だぞ。分かってるよ、俺が兵士になるためのチャンスだもんな。そんなことはどうでもいい。どうでもよくない。人の目標にケチをつけるな。私はやるなんて言ってないわ。勝手に話を進めないでくれる。誰かに買われるのなんて真っ平だわ。ルーティー様を舐めないでほしいわね。20万ガルドでどうかね。え、任務達成の暁に払う報酬だよ。仕事と考えれば納得できんかね。もう一声。25万。まあ、それだけ出してくれるならやってもいいかな。さっきの単価はどこへ行ったのだ。つくづくたくましい子に育ったわ。スタン君の士官の話も私から陛下に取りなしてあげよう。だから結果を出してくれたまえ。わかりました、任せてください。私は諸君に期待している。頼むぞ。よし、張り切ってなんとか神殿へ行くとするか。ストレイライズ神殿だ。名前くらい覚えんか。用事を思い出した。少しここで待っていろ。マリア。リオン様、どうなさいました。そんな呼び方やめてくれ。ここには誰もいないんだ。そうね、ごめんなさいエミリオ。でもあなた出かけたのではなかったの。マリアンにまたしばらく会えなくなると思ってね。挨拶するのを忘れていた。それだけのために。寂しくなるんでね。仕方のない子ね。そんなではヒューゴ様に叱られるわよ。あんな奴のことなんか口にしないでくれ。エミリオ、そんなことを言うものじゃありませんよ。ごめんマリア、僕が悪かったよ。分かってくれればいいわ。それじゃあ行ってくるよ。エミリオ、気をつけておいきなさい。大丈夫だ、心配ないよ。遅い。よし、出発するぞ。待たせてごめんの一言もないわけ。熱毒防止の宝石は持っているか。これからの道中には必要だ。シャル、説明してやれ。宝石はマテリアルをリライズすることで作り出せます。その際、攻撃力や防御力など各種能力を付加することができます。宝石をさらにリライズすることで付加された能力の強化も可能です。マテリアルが宝石に変化する。宝石はリライズで強化できるか。実際に試してみろ。これをやる。
宝石リライズをぜひ活用してくださいね。待てリオン、渡すものがあったのを忘れていた。これを持っていくがいい。ありがとうございます。ではな。親に敬語を使うのか。俺の家とは全然違うんだな。リオン、これからよろしくな。剣のこととかいろいろ教えてくれよ。なんだこの手は。握手。勘違いするなよ。お前と僕が対等の立場だと思うな。僕はお前のようにズーズーしくて能天気で馴れ馴れしいやつが大嫌いだ。さすが王国期待の客員剣士様ね。下々の者とは握手もできないってわけ。ストレーライズ神殿はダリルシェードの北の方角にある。まずは神殿の手前にあるアルメイダの村を目指すぞ。このメンバーで大丈夫なのか。我らがどこへ向かえばいいかちゃんと覚えているか。ストレーライズ神殿だろ。確かアルメイダの村を経由するんだよな。その通りだ。アルメイダはダリルシェードの北にあるらしい。よし、頑張って手柄を立てるぞ。ルーティー、ヒューゴさんがオベロン社の総帥だって聞いて驚いてたな。当たり前じゃない、あのオベロン社よ。オベロン社はレンズを使用した製品で莫大な利益を上げている会社よ。各国に支部を持ち、年間売上高は国家予算に匹敵するほどらしいわ。つまりあのヒューゴは世界一の大金持ちってことよ。なんとかたかれないものかしら。ルーティーの関心はそこか。さすがお金持ちの家は違うわね。当たり前のようにメイドがいるんだから。ああ、ディムロスとアトワイトを持ってきてくれた人のことか。マリアンさんだったっけ。リオン、その名を軽々しく口にするな。あ、リオン待ってくれよ。久しぶりだね二人とも。変わりはなかったかい。アーメンツでは無言だったくせに何をしらじらしい。あれはどうしようもなかったんだよ。僕があの場で口を開いたら坊ちゃんに叱られてたもの。シャルティエ、あなた昔と性格変わったんじゃなくて。生きていくって大変なんだよね。ソーディアンのセリフとは思えんな。リオンはどうしてヒューゴさんに敬語を使うんだ、親子なのに。公私のけじめをつけているのだろう。互いに立場というものがあるからな。じゃあ家で他に誰もいなかったら普通におい親父とか呼んでるのか。さすがにそれは想像しがたいぞ。アルメイダの村があるのはダリルシェードの北の方角だ。
もとうとうセインガルド城に来たんだな。ずいぶん感慨深そうね、スターさん。じっちゃんによく話を聞かされたからね。ずーっと来たかったんだよ。嬉しいな。罪人として護送されてきたことを考えると普通は喜べないと思うがな。リオンの名字ってどうしてヒューゴさんと違うんだ？客員禁止になる際にご自分でお決めになったんですよ。本名はシャル。おしゃべりが過ぎるぞ。すみません坊ちゃん。リオンの肩書きの客員禁止って何なんだ？正式に国王に仕えてはいないものの、それに準じた待遇を得ているという意味です。それってほとんど仕官してるも同然ってことじゃないか。いいな。他人の境遇を羨むより己の実力を高めることに専念しろ。分かってるよ、俺は俺だもんな。なあディブロス、どうしたんだ？暑いのとか寒いのってお前は感じないのか？好みでそれを感じていたら我らは役割を全うできんだろ。なら俺が触っても何も感じないのか？ソーディアンの気分はいまいちよくわからないな。我はスタンの思考回路が理解できんぞ。坊ちゃん、何やらお疲れですね。バカの相手は体力を消耗する。特にスタントルーティーですか。坊ちゃんの苦手なタイプかもしれませんね。別に苦手なわけじゃない。存在が煩わしいだけだ。相変わらずきついですね。